はい、こんにちは、赤くまつの小林です。今回は VT1300CX ですよね。この車両が入荷してまいりましたのでですね、この車両を紹介させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、こちらの車両なんですけども、 VT1300CX ということになっておりますので、まあ一番では VT1300 シリーズの中で一番人気のモデルと言っても過言ではないと思います。はい、まあその形に関しては好みがあるんでね、それについてはまあこれ俺これ嫌いやねんとか、あっち好きやねん、俺あっち嫌いやけどこっち好きやねんとかね、そういうのは好みなんでね、あるとは思うんですけど、ただそれで言ったら CX が一番人気のモデルになっておりますね。でそしてですよ、そしてね、あのこれ何が珍しいかって言ったら、もう真っ黒なんですよ。真っ黒っていうモデルってめっちゃ珍しいんですよね。逆にあるんですよ、多いのがシルバー、オールシルバーが多いんですけど、こう真っ黒っていうのが結果的にあんまり少ないですよ。数が少なくて、もうこの黒を探してたっていう方ね、多分いらっしゃると思うんですよね。でなおかつですよ、まあ今現状グーバイク上ではですね、まあ1台だけは出てはりましたけどね、まあもうそれ以外で言うたらこれ、になるんじゃないかなと思います。そしてですよ、その VT1300CX がライトカスタムされてるんですよ。ライトカスタム車、そのライトのカスタム車で販売されてるっていうのはないと思います。はい、本当にね、それで言ったらですよ、マフラー変わっておりますね。でそして簡に、ETC ついていまして、 USB、まあ、この下アーになるんで後で説明しますけども、 USB ついていてね、スマホホルダーもついていてね、ミラー変わっててでね、バックレスト、ここ純正のオプションだったかなと思うんですけども、わかんないですけどね、がついていたりとですね、ほんとライトなカスタムされますね。純正のマフラーもついてますけどね。はい、そんな車両になっておりましてですね、こちらの車両が程度の良い車両がね、走行距離6000キロですよね、そんな程度の良い車両が入庫してきましたんでね、紹介させていただきたいなと思いますので、長々なりますがお付き合いください、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、こちらの車両の年式に関してはわからないんですけども、ちょっとね今日あれなんで、日曜日なんで、まあ、今日本題に問い合わせできなかったんであれなんですけど、それで言うとね、初動登録がですね、2014年の9月になっておりましたんで、まあ2014年頃かなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということでですね、ハンドル周りから説明していこうかなと思いますね、よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。基本めっちゃ綺麗ですね、いかがですかね。綺麗なんですよ、綺麗なんですけどね、これだけでちょっと一点描写していただきたいんですけど、日焼けの跡なのかアルマイトの焼けですよね。でしかも下とも若干違うんですよね、なんでっていう感じなんで、気になる方はですね、まあここだけ嫌やっていう方はですね、新品ご購入いただければ、まあ出ますんでね。はい、それで言うと反対側はむっちゃ綺麗なんですけどね、反対側はむっちゃ綺麗、もう基本的に変えてるとかでも、多分これね、まあ製品的な誤差やと思いますこれは。はい、まあそんな感じになるんですけども、で、走行距離がですね、はい、6114キロとなっております。はい、まあ本当に低走行ですね、マジでね。でまあいろんなものがついているんかなと思うんですけど、いろんなものというか、まあスマホホルダ ーじゃなくて、スマホホルダーとかを使えるためのバーがついていてですね、でこちらに ETC のアンテナですね、別体式の ETC のアンテナがついておりましてですね、でトップブリッジになるんですけどね、正直めっちゃ切れすぎて若干ここ擦れた傷が、まあ目立つって言った言い方おかしいかもしれへんけどね、ありますんで、はい、よろしくお願いします。ワイヤーが擦れた跡だと思います。はい、いかがでしょうか。まあ基本的には綺麗です、やっぱりね。いかがですかね、よろしくお願いします。フロントオブインナー周りも綺麗です、ビカビカですね。でフロントフェンダーになるんですけども、フロントフェンダーも気圧的に大きな傷なく綺麗です。はい、フロントフォーク、アウターも綺麗です。で、フロントホイールになるんですけども、はい、いかがでしょうか。まあビカビカですね、はい、もう簡単にビカビカだと思います。はい、よろしくお願いします。そしてですね、フロントタイヤ、残り山溝具合で言うたら、これ大体なんですけども、まあまあ6分山かなぐらい残ってるかなと思いますんで、ただね、まあ多分年式的にもそうなんですけど、タイヤ1回も交換してないと思う、走行距離的にですね、言ったらタイヤ交換してないと思いますんでね、新しいものではないなと思いますんで、なのでね、交換が希望される方はご相談ください、よろしくお願いします。はい、そしてその次にタンクですね、タンクなんですけど、基本的にどうですか、めっちゃ綺麗です、
大きなへこみ等はございませんでした、ね、ただねほんま綺麗すぎてちょっとね、それで言うとねほんま微妙なところに微妙にあったんですけど、あのねここですね、はい、ここ若干チュンって立ち面だけしたんですけど、はい、まあ、そんなぐらいのレベルの傷がありました。はい、よろしくお願いいたします。はい、フロフもフレーム周りもめっちゃ綺麗です。でそしてですねこちらにですね USB のホルダーとですねシガーのホルダーがいるような形になりますんでね、多分ねハンドル周りにも付けれるものなんですけど、まあ多分こっちの方がかっこいいだろうっていうので多分こっちに前の方は付けたんだと思います。はい、まあ別にね実用的にここでも使えると思いますんでね、よろしくお願いいたします。でフロント、まあすいません、エンジン周りですね、エンジン周りもどうですか、むちゃくちゃ綺麗ですね、胸をするとそんなんじゃないですよ、まあ、言わんでも分かると思いますけど、はい、もうエンジン周りも綺麗です。はい、そしてですねマフラーなんですけども、マフラーどうですか、はめっちゃ綺麗です。はい、基本的に大きなガリ傷なく綺麗でしょ、ね、そして、バンテージに関してはね、まあ、若干まあ普通にまだねこれね、まあ、新しい方だと思いますんで、ね、まだ焼けてきますんで、まだこんな感じで茶色くなってきますんでね、その点はあらかじめご了承ご理解してくださいね、よろしくお願いいたします。まあ基本綺麗です。でそしてですねフロントペグですね、はい、ステップになるんですけども、これ社外品に変更されております。はい、よろしくお願いします。で、サイドカバー周りになりまして、ね、シート周りになるんですけど、シートもね大きな破れ等なく綺麗でした、ね、いかがでしょうか、よろしくお願いいたします。はい、でね、バックレストがついていましてね、まあ基本的に安心な仕様になっているんじゃないですか、まあ、小さいお子さんとかね、まあ乗せる方、まあ、ちょっさいお子さんの場合はまあ違うものつけるかな、まあまあそれで言うともうタンデムの方もね安心していただけるんじゃないでしょうか、よろしくお願いいたします。で、リアホイール周りになるんですけども、いかがですか、綺麗でしょね、よろしくお願いいたします。はい、これなんかこの汚れた跡だけ残ってるんですけどね、すいません。はい、で、フロント、すいません、リアタイヤですね、リアタイヤの残り山溝具合で言ったらなんですけども、まあ大体このね重部中で言うなればなんですけど、おそらくまあ多分7分か8分ぐらいだと思いますんで、ね、結構山が高いのかなと思います。はい、そして次に反対回り移していってみてください、よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか、どうですか、綺麗でしょね、めっちゃ綺麗ですね。はい、めちゃめちゃ目立つような傷ございませんでした、綺麗です。はい、ね、そこまでとも綺麗なんですよこれね、まあ、走行距離が距離なだけにですね本当に綺麗です。もうエンジンのビンの周りとかね、中とかね、まあ全然もう画面越しに動画越しにそれは見てくださいよっていう話なんですけど、綺麗です。はい、まあ綺麗なものは綺麗ですけどね。はい、まあ基本的にエンジン車の底回り、全てまあまあね動画で確認できる範囲ねご検討していただければ、見ていただければなと思います。はい、いかがでしょうか、まあ本当に綺麗ですね、めちゃめちゃ、もう距離が距離だけにやっぱりね、そんな走ってないのかな、雨の日もねやっぱりね、こんな車両って雨の日なかなか走ったりせえへんかったりする方多いと思うんですけど、多分そんな車両だったと思いますのでね、めちゃ綺麗です。はい、ということでですね、その次このエンジン、この車両のエンジンをかけたいなと思います。バッチリですね、エンジンの使用性も良くてですね、エンジンから気になるようなカシャカシャスタートとなっておりませんね、白煙も吹いておりません、アイドリングも安定しております、ね、エンジンの調子はもうバッチリなんでご安心していただければなと思いますんで、よろしくお願いしますね、そしてね、まあ納車整備とかねご依頼いただければなんですけども、基本的にバッテリーは新品付けさせてもらいますんで、納車整備ご依頼いただければね、バッテリー新品なんで、はい、その点もご安心していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしてその次に今回またがっていきたいなと思います。
ちょっとね、こちらを傾けさせていただきまして、また上がらせていただくんですけども、私の身長が172センチの私が乗るとですね、まあ、こんな感じにはなるんですけども、両足とも膝むっちゃ曲がってもうべったりなんですよね。これはやっぱね、ホンダ車やなと思うんですけど、もう乗り心地っていうか、もう足つき性、めっちゃバッチリ、もうここむっちゃ細いんですよね。見ていただいて分かるんですけどね、ここが細いから綿ぐらがこうキュッとね、ただこれで言うと身長のね低い方でもですね、全然気になれへんと思います。160の方も全然気になれへんレベルだとは僕は思います。はい、その車両になっておりましてですね、でね、まあ、1300cc っていうのもあるんですけども、やっぱりね、そんなに重たさを感じさせないなと僕個人的に思っておりますね。で足、すみません、ちょっとね、またステップ置いてるところをご覧いただければなと思うんですけどもね、本当にね、日本車っていうのがあってですね、そんなに遠さとかね、基本的に感じられませんね。ハンドルもノーマルなので、まあ基本的にはやっぱりバッチリガッチリ抑えられてね、もうやっぱこう歩いてのスピードでもギュッと抑えることができるような角度になっているかなとも思いますし、もう別に高いとか低いとかもなく、普通、まあ乗り心地間違いないよねって思うぐらいのレベルのものです。はい、もう本当にね、そんな車両になっておりますんでね、もうまあ基本的にホンダ車になりますから、乗り心地はね、はっきり言って間違いないんですよ。やっぱりどんなバイクもそうなんですけど、僕から言わせるとなんですけどね、まあそれはありますよ、その車両の癖みたいなものはやっぱりあるんですけど、やっぱね、乗り心地みたいなところを言うと、その4メーカーで分けさせてもらうとなんですけど、ホンダがほんと癖ないね本当にもう癖の、なんか癖ないのが癖みたいな、そういう感じなぐらい、まあ、乗りやすいんですよね、本当に。で、この車両は乗ったことある方っていうのも少ないとは思うんですけど、まあ本当にね、乗り心地は本当にいいような形になってまして、曲がってるのとかも全然不安なく、シューってもう曲がってしまうような車両になっております。そして V 型2気筒にはなってるエンジンで 1300cc でっていうエンジンなんですけど、結構ね、やっぱね、軽やかなんですね、このエンジン。そこですね、こうトルクでどうのこうのっていうのはね、なんかちょっと違うと思うんですよ。 V 型に来たって基本トルク重視にはなるんですよ。なるんですけど、ただそれで言うと、まあホンダのエンジンの作りっていうところがあって、結構こう軽やかというか、こう、ね、全然こう普通にブンブン普通な感じっていうんですか、もう当たりの触りもありませんみたいな、そんなレベルだと僕は勝手に思ってるんですよ。だからね、これが本当にね、まあいいように言ってるのか悪いように言ってるのどっちなのっていう風に取る方いらっしゃると思うんですけど、これはいい意味で言ってると思ってます。僕はいい意味だ、いい意味なんでね、勘違いしないでいただきたいんですけどね、本当にね、当たり障りがない、もうこんな車になってるんですよ。もうそれで言うとなんですけど、まあアメリカン系の話をすると、まあ、400のシャドウであったりとかね、7半であったりとかね、まあそこマグナとか、そういう排気量で言うたら、まあそんな感じの車両があるじゃないですか。その車両でももう全部乗り比べてもやっぱそうなんですよ。もう当たり障りなさすぎるみたいな、乗ってて不満がないのがホンダみたいな、そういう車両になってるんですよね。もうメリットデメリットもないみたいな、そんな感じです、僕からしたらね。ホンダのバイクはあそこちょっとデメリットやけど、ちょっとデメリットやけど、あそこのポイントは高いでな、メリット部分やでなみたいな、ただこのバイクはないでなみたいな、そういう感じに思ってるというか、そんなバイクなんですよ、ホンダってね。だからね、ほんまね、乗りやすいバイク、ホンダ車多いです、本当にマジで多い。まあそんな話で余談が過ぎましたけども、まあこれもそうなんですけど、まあ乗りやすい車両になっておりますですね。ホンダ車っていうのはね、やっぱそれで言うと、今免許取ったばっかりの方とかパッと乗ったとしても、やっぱり違和感ないね、思いますもん。免許取ったばっかりだけの話をするならば、教習所にあるバイクはホンダのバイクじゃなかったらそれは残念だよねって正直思ってしまいます。これは言ったらあかんのかな、分からんけど、やっぱね、教習するためのバイクはホンダであってほしいぐらいのレベルなんですよ、やっぱり。はい、それについてはなんですけど、まあ初めて乗るんだし、教えてもらうんだし、初めてこれで免許取るんだからっていうね、ちょっと癖とかはちょっと置いといてみたいな、ね、それはもう自分のバイクでやってくるみたいなところはあると思うんですけど、まあそういうのがないのがホンダっていうような車両になってまして、ね、本当に当たり障りなく本当に軽やかに作られたものになってますんでね、マジで初めて乗る方にもうってつけだと思いますんでね、本当に
お探しの方はもうぜひ検討していただきたいなと思います。本当にね、それではもうアメリカンを探してたとかああいう方ですね、どうですかっていう感じなんですよ。本当ね、本当乗りやすいですからね、これは嘘じゃないです。乗ってて意外に乗れるとかいう話じゃないんですよ。まあ、意外でもないんですけど普通に乗りやすいです。そんな車両ということでですね、今回もね、いい車両が入庫してきましたのでですね、ご紹介させていただきました。なんかね、いろんな車両まで入ってきたらアップさせてもらって紹介させていただきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで今回は VT1300CX オールブラックですね、をご紹介させていただきました。ありがとうございました。